ごめんナルト、待たせちゃったわね。言ってばよ、俺もさっき来たところだし。それじゃあ早速カカシ先生のとこに行くわよ。これからのこと聞かないとね。ナルト、サクラ。え、どうしたサイ。いや、本で読んだんだ、他人とすぐに打ち解ける方法とか。それで本には名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって。だからそのこれからは二人のこと呼び捨てで呼んでもいいかな。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに。気軽に呼んでくれていいのよ。ありがとう。おし、そんじゃカカシ先生に会いに行くってばよ。行くぜ、サイ。うん。うん。こんにちは、カカシ先生。具合はどうですか？久しぶりだな。ま、お前たちが頑張ってくれたおかげでこっちはバッチリ回復したよ。それで、君が新しいメンバーのサイだっけ？よろしくね。はい。ところで、カカシ先生、その格好はもう退院していいんですか？さっきも言ったろ、バッチリだって。よかった。それじゃあこれからまた一緒に任務をやれるんですね。どうしたナルト、真剣な顔して。カカシ先生、俺たちこの前の任務でサスケと会って。そのことだったらヤマトから全部聞いてるよ。もちろんサスケのこともな。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ、お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では俺を超えるかもしれない。カカシ先生を超えるって一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術？どうだ、やってみるか。へっ、少しでも可能性があるってんなら俺はやってやるだけだ。いい返事だ。それじゃあ準備が整ったら演習場に来い。すぐに修行に取り掛かるからな。また修行なわけね、あんた。
ナルト。君ならできると信じてるよ。せっかくやるんだったら、バッチリ強くなりなさいよ。いいわね。よし、やってやるってばよ。報告は以上です。そうか、ご苦労だった。下がっていいぞ。はっ。いよいよ来ましたね、綱手様。あいつらを呼べ。速急に対処する。